はい、どうも皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル谷にでございます。高専受験のための学習塾 PDCA スクール、そして高専受験と高専生のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたします。今回は高専入試合格、そのスケジュールとはということでお届けします。ご質問いただきました。高専入試当日までの大まかなスケジュールを教えてもらえませんか。去年の先輩の様子を知りたいです。あー、偉いですね。もうこの時からもうね、全体のスケジュールを組んで頑張ろうとしている新中さんの方がいらっしゃいます。とても賢くていい子だと思います。協力しましょう。じゃあ実際に去年の様子をですね、去年度の様子を振り返ってみましょう。こういう風にですね、まあ1年の流れを矢印に、沿って見ていきましょう。ざーっとまず一言で言うとですね、4月ですね4月、5月、6月、7月ぐらいまでは、すなわち夏休み入るぐらいまではこちらです。目の前のテストを全力で頑張りましょう。高専入試のための対策とかはまだ考えなくて OK です。まあでも高専として偏差値65以上の高専を目指しているのであれば、平均80以下は取らないようにしましょう。それを必ず上回るように努力に努力を重ねておいてください。まあ実力試験、習熟度試験だったり、その中1中2の範囲を含むテストがあると思います。復習の試験があるから、それで中1中2の復習をしていきましょう。目の前のテストだけでいいの、高専入試特化のなんか対策しなくていいのって思うかもしれませんけど、そう、実力試験、習熟度試験を、まあ、思い切り全力でやればきちんと復習にはなりますから。で、余裕があれば自分自身で気になるところを復習していくといいかと思います。ポイントは目の前のテストを全力でです。じゃあ次行きましょう。次は夏休み終わりまでですね。夏休みなんですけど、ここでどれだけこれまでの復習ができるか、かなり勝負どころだと思います。2学期はですね、行事があったり、ね、中3の最後の体育祭だったり文化祭、気合い入れたいですよね。行事だったり、中3の進出単元、ちょうど放物線が出るところなんじゃないかな。結構忙しいんですよ、2学期始まって。だからどれだけ夏休みで中1中2の復習を終わらせられるか、2週3週しておけるかがかなり重要になってきます。2学期忙しいですよ、意外と。で、次行きましょう。KPC 高専プロモーションチャンネルでは、去年度、まあ、25時間以上越してましたかね。超大ボリュームの、格安のですね、かなりコスパが良い、もうこれかなり自信持ってお届けできるんですけど、高専入試特化の熟技連発の夏の大総復習夏期講習を、開催しました。ここで皆さんロケットスタートできましたね、去年の方。これはね、結構大きかったと思いますよ。で、次見ていきましょう。夏休みでたくさん勉強した成果を、まあ巷の模試だったり、うちの高専入試の本番そっくり模試だったりで、まあ、チェックですよね。どれくらい勉強できてたかっていうのを模試のサービスとかでチェックするといいと思います。で、次行きましょう。9月10月はですね、やっぱり2学期はさっき言った通りですね、先ほど申し上げた通り、行事プラス中3の進出単元で結構忙しいんです。やっぱりね、こなしながら目の前の試験、予習復習を兼ねながら、全力で取り組むしかないと思います。65以上ね、偏差値65以上の高専は、平均80は切らないように、緊張感を持ってやっていくべきかなと思います。で、大体このぐらいからですね、塾に通われている方は通われていると思うんですけど、うちではですね、30分かける全40回のプレミアムレッスン、高専入試特化5教科長期配信映像サービスというのをやってました。で、これ驚くことにですね、このサービスを受けた生徒の 9.5 割は合格報告もらいました。しっかり長期サポートできたんで良かったです。もう本当にね、ほっとしました。これもね、結構忙しかったんでね。じゃあ次見ていきましょう。11月から12月はですね、まあ復習しつつ、結構難しい問題も結構演習量増やしてほしいんですけど、目の前の試験で復習を済ませていく、そして並行してそろそろ高専入試の形式を意識しながら、勉強していかないといけません。高専入試に出る形式っていうのはほぼ決まっているので、その形式になれるという意味で、そういうことを意識しながら、演習を進めていく時期でもあります。過去問もやっていく時期かなと思っています。で、次、ここら辺はですね、高専入試の同じ形式の模試のサービスだったり、そういうものでどんどん自分の実力をチェックして見直しての繰り返しの時期でしたね。で、プラス本番なる用の過去問はちょっとは温存しながら残しておくんです、ちょっとだけ。遅くともこの時期には過去問の着手が大事かなと思います。ね、何個か残しておくことがポイントなんですよね。練習しないといけません、時間計ってね。じゃあ次行きましょう。ここら辺はですね、冬季講習の時期でしたね。ここで大量の得点を皆さんにね、無料プレゼントして、かなり高専入試の対応力が上がったかと思います。で、合わせて推薦入試の対策もしましたね。オンラインで面接の添削取ってもらってやりましたね。こうやってスマホで皆さん取ってね、上手になりましたよ、本当。オンラインで小論文対策15人ほど見させていただいて、各20セッションかなり忙しかったですね。めちゃくちゃ
ちゃやりがいがありました。次、全高専の面接問題、小論文課題データはですね、全部保存してあるので、今年度の対策は結構スムーズにいくかなって思います。各高専ですね、全部集まりました、全国ね。過去問題用意できましたので、今年度はしっかり、データに基づいてできるかなと思います。よりね。じゃあ次行きましょう。むずめ、ここら辺ですね、年末年始。年末年始はですね、まあ、結構難しい問題、高専入試、もしくは高専入試以上ぐらいのむずめ、思考系問題ですね、考えて解く問題をつけるのに絶好のラストチャンスです。なぜかっていうと、直前はですね、知識の整理だったり基礎の確認が中心になるからなんですね。やっぱりですね、こういう考えたり慣れが必要な訓練っていうのは長期的にじわじわ伸びていくものなので、そう、直前すぎてもやはり効果は、大きくないんですね。なのでここが最後のチャンスかなというところですね。じゃあお次いきましょう。ここら辺はですね、まあもしですね、チェックです。これまでやってきたことがきちんと身についているか同じ形式でチェックしたり、問題集も発売させていただきましたね。同じ形式でどんどん最後は慣れていこうということで、得点力がかなりついたかなと思います。はい、お次行きましょう。はい、2月から本番まで勝負の日は、これはですね、まあ、難しい問題もちょいちょいしながら形式と同じもの、形式が同じものの演習をこなしていって、これまで取り組んできたことの総復習ですね、基礎の確認、本番当日のリハーサルを皆さんしていったと思います。最後の最後ですね、生放送しまくりましたね。生放送でアドバイス、授業、相談受付、これ全部ね無料で25時間以上、仕事終わりとかを使ってね、僕後悔したくないから、皆さんに届けれるものは全部届けて、もう落ちようが受かろうが後悔がないように最後、去年度はねやらせていただきました。はい、ということでこんな感じで1年過ごしていきました。はい、そんな感じでですね、つかめたでしょうか。あの時期ごとにね気をつけるポイントがいくつかあるので、今年度あの受験する方もぜひとも、ポイントを抑えて頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、高専入試合格スケジュールということで見ていきました。高専受験のための学習塾 PDCA スクールと、高専受験と高専生のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルが、お届けしました。ということで皆さん、今年度ね受験なさる方、もしくはその保護者様見てくださっていると思いますが、一緒に、情報共有して乗り越えていきましょう。それでは、最後締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。本日も動画をご覧になってくださってありがとうございます。高専数学の教科書ガイド、問題集と教科書の演習問題の解説書の教材の宣伝を少しだけさせてください。こちらですね、大人気で、あともう少しで200部販売完了となります。高専数学の教科書ガイド、高専受験のための学習塾 PDCA スクールと、高専受験と高専生のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルのご提供で、お送りさせていただきます。こちら紹介させてください。サクッといきたいと思います。まずですね、この教材のメリット、この教科書を使って授業が進んでいる高専生の皆さんは必見でございます。まず1つ目、すぐ解決しますね。悩みがすぐ解決します。こういう風にファイル構造になって手書きで執筆していってるのですが、こちらですね、丁寧にフルカラーで省くべき、まあその熟達している人ならば、省くべき途中式もですね、丁寧に丁寧に丁寧にこういう風に改行改行改行して積み重ねていって、初めて習う人前提で作っている解説書なので、かなりおすすめですね。自分だったら10ぐらいかかってしまいそうな悩み時間がですね、ギュッと短縮できるはずです。他にもですね、公式の使い方もガイドさせていただいております。解いて終わりだけでなくて、公式があってそれぞれの文字に値を代入する作業のような数学にならないように、どうやったらこの公式使えるだろうか、この公式はこういう風に使ってるんだよ、ここが求めたいところだったら、ここが分かっていればこの公式を使いそうだね、だったり、そういう風に公式の使い方もガイドさせていただいております。こういう風にですね、色別に分けておくと図形との対応が取りやすくて使いやすかったり、なんでこの公式って OK なのかな、使って OK なのかな、なんでこの定理って使えるのかな、きちんとその定理の根拠となるところを示すようには、書かせていただいております。なので公式の使い方ですね、高専の授業で触れられていないところなどを意識しながら、スムーズに学習が、進むように、編集、執筆させていただいております。次見てみましょう。こちらですね、こちらの動画見てくださった方多くいらっしゃると思いますが、こちらの動画とかなり相性がいいです。ぜひぜひおすすめですね。こちらの無料動画の、無料のね、あの授業動画ご覧になった、方いらっしゃると思いますけど、こちらの動画とセットで使っていただくとかなり分かりやすい解説展開となっております。他にここが目玉ですね、質問し放題なんですよ。私の LINE もしくはメールアドレス、ご案内いたしますが、こちらにですね、自分の、疑問に持ったことですね、この、大日本図書の、基礎数学ですね、この範囲内、まあ、他の科目でもちょいちょい忙しくなければ対応させていただいておりますけど、サービスです。こんな感じでですね、 LINE だったり、メールアドレス交換しますので、このメールアドレスにですね、直接、送っていただければ、質問ですね、図説だったりテキストで、6時間以内にご回答させていただいております。これもですね、かなり自分だったらこれぐらいかかるけど、ギュッと短縮して、自分の好きな勉強だったり余暇の時間を確保していただきたいと思っております。
他に見てみましょう。4、これね、何度も言ってますけど、重なるんですけど、そう、時間が浮くですね。かっこいいお金の使い方の一つとして、お金で時間を買うっていうのすごく大事だと思うんですね。教材自体を買うっていうよりかは、私はですね、そう、この教材を使うことによって、自分だったらこれぐらいかかる時間がギュッと短縮できるということで、その浮いた分のお金を、浮いた分の時間をですね、お金で買っているというふうな雰囲気ですね。そういうような考え方で皆さんお求めになってくださると、とても有意義かなと思います。ということでですね、実際に使われている方の声を聞いてみましょう。ユーザーの声1、手書きだから少し不安だったけど、手書きだからこそ細かいコメントやちょい足しテクニックなども知れてスムーズに勉強を進められています。大分高専の1年生の方です。他にも聞いてみましょう。はい、進む速度がえぐいくらい速いので、これがないと本当にやばいです。そうなんですよ、群馬高専のね、数学前期だったら3科目分になるのかな、もうぐーっと一斉に進めている様子が伺えたので、ちょっとこれは僕が現役生だったら厳しいかなと、正直思いました。他に聞いてみましょう。かなり時短になって生活にゆとりができたかと思います。最初は忙しいですからね、いろんな初めてのことだから。お母様から、市販の教科書ガイドはだいたい相場で1冊で3000円から4000円なので助かりました。そうですね、少しディスカウントで2000円ですね。問題集教科書それぞれ2000円で販売させていただいております。じゃあ他に、聞いてみましょう。こちら、授業中にスマホでこっそり見て、ほら授業中にその場で解決できています。あ、いいですね。まあ、ちょっと授業中にスマホをね、いじっていいのかわかんないですけど、まあ、授業中にその場で解決するっていうのはとても大事ですね。お家でのヨガの時間をしっかり確保して、充実した、学生生活を送ってほしいです。じゃあ他に聞いてみましょう。これラストですかね。こちら、本誌は略解しかないので、数学が苦手な自分には助かる教材でした。データも PDF で、ファイル構造になっていて見やすかったです。ということで、データ配信なのですが、PDF ファイルで、ファイル構造にして、配布しております。こんなイメージですね。自分の行きたい問題がすぐわかるように、タップしてすぐに見つけられます。はい、ということでですね、今回、どんな商品かどういう、教材なのか知りたい方もいらっしゃると思いますので、体験版を、プレゼントしたいと思います。1章と3章の問いですね、教科書のみのデータをですね、ちょっと、ご紹介させていただきたいと思います。概要欄から体験版のデータ、ありますので、ぜひとも、ご検討なさっている方は、ぜひともご覧ください。はい、ということで、楽しくスピーディーに生活に ゆとりですね、結構ね、最初忙しいですよね。皆さんどうですか？これからまたテストが近くなってきたらね、もっと忙しくなるので、そのどのタイミングでもいいので、もしですね、あ、ちょっとこの教材ちょっと自分に合ってるかもな、ちょっと忙しいから時間を短縮しようかなと思っている方は、ぜひともご検討ください。楽しくスピーディーに生活にゆとりを持つためにおすすめのアイテムです。はい、ということで最後締めさせていただきます。高専受験のための学習塾 PDCA スクールと、高専受験と高専生のための YouTube チャンネル、KBC ですね、高専プロモーションチャンネルの提供でお送りしました。高専数学の教科書ガイド、ぜひともお買い求めください。皆さんの挑戦をお待ちしております。それでは締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。 PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.